こんにちは。Amazon サポーター、堀秀夫です。Amazon から、このリムーバルオーダー、っていう、メールが来てます。で、この内容はですね、長期在庫の破棄は11月21日までに完了してくださいというような内容です。で、これどういうことかというと、12月4日から1月22日までは、もうホリデーシーズンなんでね、その破棄とかそういう作業には人を割きませんと。だからね、この間はもう、破棄申請しても何もされないんで長期保管料もかかるという形になっちゃうんでね。もう破棄するなら11月21日までに破棄してくださいと。で、破棄注文が有効に行われてから、その長期在庫のね、費用っていうのはなくなりますんで。まあ、今、長期在庫、ホリデーシーズンで売れる、ね、今まで売れなくてもホリデーシーズンだとね、利用者がぐっと増えるんで売れる可能性があるんで、取っといた方がいいのか。あるいはもうね、諦めて破棄しちゃった方がいいのか。まあ、その辺のアドバイスもしますんでね、破棄方法の商品の基準、あるいはね、破棄の操作方法なんかもお気軽にご相談ください。Amazon からのメール、来た時ね、これ何でしょうかというので、コピペして送ってもらえば、このように、翻訳してアドバイスしますんで、お気軽にどんどん送ってください。以上、Amazon サポーター、堀秀夫でした。